インターネットテレビ見る増刊号の山田です。白川さん、よろしくお願いします。お願いします。今回は中国で10億人の個人情報が流出したという事件について扱いたいと思います。はい、7月5日日経新聞より、中国で10億人の氏名や生年月日、医療に関する情報などを記載した個人情報が流出した疑いが浮上している。香港市の星島政党日報が4日伝えた。中国当局はコメントを控え、中国の主要メディアも沈黙を守っているが、 SNS では不安の声が広がっている。政党日報によると、6月30日にチャイナダンと名乗るユーザーが、上海国家警察のデータベースが流出したとインターネット上に書き込んだ。データには中国人10億人の氏名や住所、出生地、身分証と携帯電話の番号、過去の犯罪歴が含まれる。数十億の症例記録もあると説明している。このユーザーはこれらのデータを20万ドル約2700万円で販売していると主張する。警察に通報した人の名前や時間、通報された人と具体的な事件の内容もデータには詳しく記録されているという。政党日報は、事実であれば過去最大規模のデータ流出となると指摘したということで、はい、10億人って、まあ、その桁違いというかそんなことがあり得るのかって話なんですけど、 それ事実だったらとんでもないことですけど、その割に、はい、日本でも、まあ、中国当局がまだ黙ってるからかもしれませんが、はい、あまり大きなニュースになってないような気がするんですが、これ中国では上下への大騒ぎになっています。何しろ自分たちの犯罪歴まで、うん、まあ、流出してんじゃないかということで、もう SNS 上では何が起こったんだということで、もう蜂の巣をつついた騒ぎだそうです。これでですね、まあ、10億人が流出、分が流出するってちょっと異常事態なのですが、でしかももう一個のポイントは、上海警察、上海市の警察から流出しているということなんですよ。なぜ上海市の警察が10億人分の中国人人民の個人データを持ってるのかってことなんです。確かにそうですね、はい、でしかも犯罪歴を含むって書いてある通りに、もうすっごいこう個人データの、その質としては最も高いレベルの質ものなんですよね。で、まあ、顔写真とかもあるっていう風な報道もあるんですが、サンプルにはちょっとで、あの、画像なかったんですけれども、要するに顔の、まあ、一致させる、その今認識ソフトがあるじゃないですか、あれによって監視カメラでこいつは誰でどういうことやっててっていうのが全部丸分かりになってると、その情報の元になってるものではないかということだそうです。はい、でね、これの話がすごいのは、要するにハッカーがハッキングして情報を取ったっていう話ではちょっと違うんですよ。というのは、上海市はレンタルサーバーを借りてですよね、自分で独自で持ってるんで、それアリババのプライベートサーバーなんですよ。そこを借りてたと。でそこに10億人の個人データを放り込んでるんだけど、パスワードがかかってなかったんですって。じゃあもうハッカーだけじゃなくて、うん、誰でもアクセスできる状態、そう、誰でもアクセスできる状態になっていたと、うん、そこにそんな重要なものがあるっていうのは知らなかったから、まあ放っておかれたんだけど、親って思ったらなんかとんでもない個人情報だったっていう話なんですよ。そうそうね、これって中国って一応ハッキングの国じゃないですか。国ぐるみでハッカーやってる、サイバー攻撃やってる国じゃないですか。そこのセキュリティはどうなってんだって話なんですよね、うん、でもう一個のポイントは、中国人全体の個人情報を北京ではなくてなぜ上海にあるのか、しかもその上海市の警察にあるのかっていう、この2つなんですよね。これは謎です。で分かってません、理由は。名探偵白川でも分からない、難しいですね。だってそんな重要な情報がなぜ上海で、なぜそこにパスワードがかかってないって、これもう何ていうんですか、簡単に言っちゃうと公務員の質があまりにも悪いっていうことしか言いようがないですよね。一個は、うん、サイバー攻撃、まあ、ハッカー大国というかね、はい、国民でやってますけど、まあ、攻撃は強いけど、はい、守備はめちゃくちゃ緩いというかという可能性もありますよね、うん、でね、もう一個面白いのが、新たに9000万人分の情報が売られているとでも発覚したんです。つまり10億人プラス9000万人、11億人分の個人データが流出したと、
いうことなんですよ。で、中国の人口って、まあ、14億と言われていて、その一部は戸籍とかが取れてないんじゃないか、住民票が取れてないんじゃないかっていう話もあるので、ほぼ全員分ってことですよね。国民全員の情報が漏れてしまったと、パスワードかけずに置いておいたもんでっていう、すごい話になってるんですよ。これ人民怒りますよね、当然ね。そうするとね、今反政府的なこう勢いっていうのかな、が盛り上がってるんですよ、気分が。もちろん主要メディアが報じなくても、まあ、ネットを中心に、はい、まあ、かなりの人数というか、まあ、ほとんど人民はもうこの事実を知っているわけですよね。はいはい。で、中国 の、 その、信用スコアっていうのがあるんですが、うん、これちょっと何遍かその増刊号で喋ってて、もしかしたらちょっとよくわかんないなっていう方いらっしゃるかもしれませんので、ちょっと扱いますね。はい。総務省の資料でですね、信用評価の仕組みという一文がありましたので、これちょっと読んでいただいていいでしょうか。信用点数化は5つの領域に分けて行われている。これは身分特質、社会的地位、身分、年齢、学歴、職業など、履行能力、過去の支払い状況や資産など、信用歴史、クレジット、取引履歴など、人脈関係、交友関係及び相手の身分、信用状況など、行為変更、消費の特徴や振り込みなどである。上記の5つの領域について個々人の点数を算出し、総合点数で格付けている。信用の工程は点数によって5段階に区別される。点数は最低で350点、最高で950点となる。350から550を信用交差、やや劣る。550から600を信用中等、まずまず。600から650を信用良好、好ましい。650から700を信用優秀、優れる。700から950を信用極高、極めて良いと分類している。一般的な消費者はおよそ600点台であると。はい。これ中国人民に関しては、まあ、情報がつかめている人全員にスコアがつけられているわけですよね。だからあなたはまあ600点とかを、あ、俺まだ550点なんだよみたいな、この信用リスクっていうのがあるわけです。で、それは、まあ、要するにローンの支払いをちゃんとやってるかとか、借金は抱えてないかとかですね、あの人脈関係はあの変な人間と付き合ってないかとかですね、その消費の特徴としてその変な本ばっかり買ってるんじゃないかとか、全部調べられてスコアがつけられているということです。で、しかもそのスコアによって、その人の、が優遇されたりとか、あるいはちょっと不利に置かれたりっていうのが決まっているってことなんですよね。だからみんなはスコアを分けようと思って一生懸命こう、正しい行いというのをやるというのが今の中国の状況なんですが、おそらくここに中国共産党への忠誠心という項目が入ってるだろうというふうに私は考えています。はい。で、おそらくそれを一番大事にしているだろうというふうに思います。で、特に信用スコアというのが低い人間に関しては監視カメラ2億台とかって言われてる監視カメラがあって、全部チェックしてるわけですよ、その人の行動というのは。だからちょっとでも、中国共産党への忠誠心が低い人に関してはもう常に見張られているという状態になっているということです。だからこれの情報が紐付けられてるんですよね、個人情報に。だからもうその人が何者であって何を考えているかというのは全部丸裸にされているというのが今の中国の恐ろしい状況だということです。でね、結局中国の人たちは何をこう、なんでそんなに騒いでるかというとですね、その犯罪歴がない人 であっても通報歴とかね、警察に何を通報したとか、そこで目撃歴とかね、全ての情報が入っているわけですよ。で、そうするともう自分の全ての情報が取られてしまったということで、みんな絶望を感じているということです。しかもそれがダークウェブですよね、個人が特定されないようなこうダークウェブ、闇サイトで売られているということは世界中の人たちがアクセスできるということなんですよ。こんな怖いことはないですよね。つまり中国の政府だけが丸裸にするのはまだわかる、それが世界中の得体の知れない人間まで分かってしまったということですよ。これってめちゃくちゃでしょ。
つまり我々が思っているより中国って劣化してるんですよ、その政府機構というのが。しかもこれが上海で流出したというのは、おそらく今ロックダウンずっとやってるでしょ、もう、機能してないですよ組織が。だからおそらくそのサーバーの管理なんかもリモートでやってるのかもしれないけど、おそらくもう手抜いてるんだと思うんですよ。まともにやってないわけですよ。だからガラ空きだから取られたわけですよ。それは、23テラバイトっていう情報量なんですよね。これとんでもないじゃないですか、23テラバイト。1テラバイトでもすごいのに、それをダウンロードで落とすということはですね、もうほぼそれが大量の情報が取られているというのを監視することもできてないということなんですよ。それあのなんていうの、あのメディアでこう取るなら分かりますよ、あのこういう USB メモリーで何本かで取ったっていうなら分かりますよ。それをオンライン上で取ったということはガラ空きってことなんですよ、中国のそのセキュリティって。で今の中国って今実はそれぐらい劣化してるって話です。うん、そういう話を聞くと、はい、なんかちょっと舐めちゃうんですけど、うん、ね、中国もまだまだだなと。だからこのなんていうんですかね、攻撃に対するね、あの執着心とこの守りに対するこのひどさっていう、うん、このギャップって中国なんですよね。うん、うん、でもっと言うとね、これほら、北京と上海の対立ってまあ密かにあるじゃないですか。で今あの李克強氏がこうちょっと習近平氏をこう、少しこう対抗し始めてる時に、ここで上海のこう診療というのがガタ落ちになるとちょっと北京優勢になるみたいなこともあるじゃないですか。そうするとこれもしかしたらわざと流出させたんじゃないかといううがった見方も実はされてたりします。うん、だから権力闘争の一つで、でも1年間パスワードつけずにガラ空きっていうのはそういう問題ではないような気もするので、うん、なんていうかまともにこう役所が機能してないっていう話というのが私は近いのかなというふうに思います。はい、ということで続報が待たれますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。